ヘルマン・フレイザルソンは、アイスランドレーキャビーク出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは DF で、主に左サイドバック。地元の B ベストマンナエアでキャリアをスタートし、そこで5年過ごした。デビューシーズンは、全18試合中3試合に出場し、10クラブ中8位に終わった。その後の2シーズンは、 全試合に出場し8位と3位に。4シーズン目は1試合を除く17試合に出場、4位となった。所属最終シーズンとなった1997シーズンには、クラブ史上18年ぶり2度目のリーグ優勝に大きく貢献した。1997年、プレミアリーグへの昇格が決まった、クリスタルパレス FC のスカウトの目に留まり8月に移籍。 移籍初年度にクラブは降格したものの自身はチームの中で数少ない突出した選手だったこのシーズンはシェフィールドウェンズで FC とチェルシー FC 相手にゴールを決めたスタンフォードブリッジでは試合開始直後にゴールを挙げたまたリーグカップのトーキーユナイテッド FC 戦で1ゴールを決めた1998年9月 クリスパルパレス FC の会長であり、監督のロンのエイズが、ブレントフォード FC へ就任することになると、さらに下の実質3部であったが彼の後を追って、移籍した。移籍金は75万ポンドだった。前大会で6ゴールを決め、ベストイレブンに選ばれるほどの活躍で、クラブの3部優勝に貢献し、1999年10月に、 プレミアリーグのウィンブルドン FC へ250万ポンドで移籍。ウエストハムユナイテッド FC 相手に1ゴール決めたが同シーズンにクラブは降格した。新たにプレミアリーグへ昇格してきたイプソイッチタウン FC へクラブ記録となる450万ポンドで移籍。チームはプレミアリーグ復帰の最初のシーズンで UEFA カップ圏内の5位でフィニッシュした。 翌シーズンはリーグ戦でマンチェスターシティ FC とウエストハムユナイテッド FC 相手にゴールを決め UEFA カップのヘルシンボリーフ戦で1ゴールを挙げた。しかしシーズンを終え降格となりクラブは緊縮財政を観光。2002から03シーズンに新たにプレミアリーグへの参戦が決定したウエストブロムウィッチアルビオン FC からオファーがあったが サラリーが減報となることや、再び残留争いに巻き込まれることを忌避し断りを入れた。2003年3月、プレミアリーグのチャールトンアスレティック FC へ移籍した。契約期間は3年半、移籍金80万ポンドで、2003から04シーズンにクラブが降格しなければ、さらに10万ポンドがプラスされるというものだった。自身は、 シーズンの残りをプレーする資格がなかったため、プレミアリーグの移籍市場に関係なく移籍することができた。ホームにマンチェスターシティ FC を迎えた移籍後デビュー戦では0から3で、敗北と最先悪いものとなったが、この試合以降は進化を発揮した。5試合の欠場を除き全試合に出場し、4シーズンに渡りレギュラーを務めた。 2007年5月25日、クラブが降格すれば、フリーで移籍できるという契約条項を行使し、プレミアリーグのポーツマス FC へ2年契約で移籍した。9月29日、ホームにレディング FC を迎え対戦で移籍後初ゴールを決め、7から4で勝利した。次節のフラム FC 戦員で2ゴール目を決めた。2008年4月20日に行われた、 シティオブ、マンチェスター・スタジアムでのマンチェスター・シティ FC 戦では、ダリウス・バッセルに対して、プロフェッショナルファールを行い退場。リーグ戦最終節は、後味が悪いものとなったが、ウェンブリー・スタジアムでの FA カップ決勝では、スタメン出場し、優勝カップを掲げた。2シーズン目の2009年には、リバプール FC とマンチェスター・シティとの2試合でそれぞれ1点ずつ、 ヘディングゴールを決めた。3シーズン目は、2009年12月のバーンリー FC 戦で、シーズン唯一となるゴールを決めにから0で勝利した。2010年3月27日に、アウェーのトッテナムホットスパー FC 戦で、アキレス腱を痛め数ヶ月の欠場が決定。試合後、トッテナムの監督で、前ポーツマスの監督を務めたハリーレドナップは、 フレーザルソンが負傷した際に音が聞こえ、そのことで試合がギクシャクしたと語った。シーズンを終えクラブは降格が決定。これによりプレミアリーグ記録となる異なる5クラブでの降格を経験することとなった。降格後の去就は不透明であったが、10月8日にクラブと新たに1年契約を結んだ。スティーブ・コッテリル監督は ローンで獲得したカールディ・キンソンを優先したため、2010から11シーズンのほとんどをベンチで過ごしたが、後半戦になると、監督のファーストチョイスになり、2011年2月19日のバーンズリー FC 戦でリーグ戦、出場500試合を達成した。7月8日に契約を1年延長した。長期間の怪我から復帰後も限られた時間しか、 出場できずにいたが、2012年1月14日に、同じ2部のコベントリーシティ FC へ6ヶ月の契約で、加入した。2011から12シーズン終了に伴い契約も、終了したため放出された。同シーズンに自身が所属したこのベントリーとポーツマスは、共に降格した。2012年9月4日に、ポーツマスで無給でプレーしているという噂が出回り、 9月5日に地元市のザニュースで噂が確認された。オンラインの記事でマイケル・アップルトン監督はその噂を認めた。次の日曜日に行われるフットボールリーグ1のクローリータウン FC 戦でプレーする予定であったが出場することなく母国へ復帰した。2013シーズンより BV の選手権人監督に就任することが発表された。 2014年5月15日、イフ・フィルキルと3年契約を交わしたが、翌月に退団した。2015年7月から翌年10月まで、フィルキルの指揮官を務めた。1996年6月のキプロス代表との、親善試合で、アレクサンダー・ホグナソンと交代で出場し、代表デビューをした。以来代表に定着し89キャップを記録。 首相を務めた経験を持つ、イングランドへ移籍してから、所属した全チームで降格を経験している。フレーザルソンは、同じアイスランド人で、アイスランド女子代表でもプレーした、ラグナロア・ステファンズ・ドッティルと結婚。テルマとエダの二人の娘とラグナロアの連れ子のステファンとエルザがいる。彼らは、イングランドの同セットで暮らしている。シェフウェド1・クリスタル・パレス3。 フットボール、バイアリーダブルインスパイアーズチェルシーラウト、ハットデビットコン、スピリットオブザビーハイブオファーズシャイニングエグザンプル2、フットボールズメニードローンズ、ハットフットボール、ヒスロップ、SLR スキューズインブルドンハットイプスウィッチ。バトルスルーハット、レーダーシンスナブスウエストブロムハット、ポンピー、サインディフェンダーレーダーシン、ハットポーツマス1-0カーディフハットトッテナム2-0。 ポーツマスハット、レーダーシンサインズニューディール、ハットヘルマンペンズニューディールアーカイブド2012年3月24日。アットザウェイバックマシン、ヘルマンレーターシンリースティルカブントリー、ハットヘルマンズトレーンウィズポンピーアゲインハット、ヘンミホライトハーズ、ゼタ・エーアール・ガーリス・テカファリー。ファータボリティ・ドットネット。2017年2月12日閲覧。ヘルマンレーターシンフィルキー。 ファータボリティドットネット、2017年2月12日閲覧ヘルマンレーターシンヘテルスエルファンフィルキーズファータボリティドットネット、2017年2月12日閲覧ハイマースロースありがとうございます